ようこそ、ドロイドニュースセブンへ、ニュースタイトル。相川賞の、世界、最大カブトムシ、88ミリ、ギネス、申請。日刊スポーツ、6月16日、火曜日、6時10分配信。トーカーのトミパンです。よろしくお願いします。 俳優相川賞54が飼育したカブトムシが世界最長88.0ミリを記録したことが15日分かった。 この日、東京、中野の昆虫ショップ、無視者で正式な計測が行われ、従来の記録を3年ぶりに0.7ミリ更新。相川は、ギネスに申請したい、と声を弾ませた。昆虫兄貴の相川が世界一になった。 自身で無視者に持ち込んだカブトムシの個体を飯島和彦店長が慎重に計測、角を水平に抑え込んだ先端からビブまでの長さがデジタル式のノギスに88.0ミリと表示された。 従来の記録は11年7月に奈良県で採取された個体が12年に記録した87.3ミリ日本記録を3年ぶりに0.7ミリ更新する快挙に相川は歓喜した。おおやったね。お袋に電話しちゃおうかな。でも俺ではなくこいつがすごいんだ。 近年、カブトムシは海外からの輸入された種、エラクレスオオカブトなどが人気だが、日本産のカブトムシの日本記録イコール世界記録となり、相川はギネスに神聖だと笑顔を見せた。 飯島店長は日本国内で毎年何十万何百万というカブトムシが浮かしている中の頂点、間違いなく日本一ですとお墨付き、その上でカブトムシのシーズンのピークは梅雨が明けてから、今季中に上回る個体が出るかもしれませんと説明した。 ニュースセブン、トーカーのトミパンでした。最後までご視聴ありがとうございます。